さて、僕このキャラにはルキナ当てると決めてるんですよ。もうこのキャラには絶対クラウド当てないってもう決めてるんです。このキャラだけには、このキャラだけは。待って、さあさあ、痛いよ痛いよ痛いよ。ソーダさん、こんにちは。どうしよう、あっち行け、あっち行け。クエヌの差、守る、逃げろ逃げろ、声好きありがとう。あっち行け、あっち行け。終わったごめんて。おらー、ヘルプヘルプ、無理無理無理。これさあ、あれミスったからいいけど、相手のミスやからな。ガードが多い、ガード多いですね。なガードが多いので、こういうことやぞ。ちょうどね、あれですよね、梅ブラで勉強してきたジャスガンチ仕込みをね、ジャスガ仕込みの練習も兼ねてやりたいですね。30っておかしくない？いやいや、3発はちょっと殴りすぎやろ。ああ、いいメテオまさかさん、まさかさん、なんかスパチャの量やばい、数やばいけど、大丈夫ですか？ありがとうございます。ガオどうしよう、無理だよ。お、欲しい単位さん、おかえり、ありがとう。それ大丈夫？それは、それは、うん、レーゼさん、こんばんは。お前に俺は倒せない。行動いや、青、あれ、青鬼なんですか？僕、あの、あれ、よくさ、よくあの、ツイッターとかで、たまに流れてくる、屈伸したら煽りっていう、あの気持ちも今わからないんですけど、それ煽りって言うんだって思うんですけどね。スマホの時もあったじゃないですか、倒した後にタチキャンしてると煽りと思われるっていうの。そのあたりはね、僕あの自分指を温めるって意味でやっても別に変じゃないと思ってるんですけど。限界。
むしろなんか やらないんだったらやるべきだと思うんですけどね。強気無理だよ、まだ無理だよ。まあアピールとかアピールはまあ分かるんですけどね。飛びますね。まあ楽しかったらそれでいいとは思いますけど。え、どっか行った。そうそう、これがスクイニブラザーズ。そう、あの無理に決まってるやんけ。タチキャンっていうテクニックがあのスマブラ4であったんですよ。本作ないんであんま気にしなくていいですけど。ライデインは危な。逃げろ。ネルネさんこんばんは。やめて。助かった。空母間に合わず。ココさんこんにちは。はい、ひよみ。低くない。暴れてくる。ナイス我慢だったけど。フィーロさんこんばんは。ガイさんこんばんは。アヤトさんこんばんは。エコーホックスに入る予定あります。やっぱり一定数いる感じしますよね、ウルフってね。前の梅ブラも僕は解説スマッシュログの配信の解説入った時にウルフ使い結構いた。やっぱ使いやすいのがあるのかなって感じがしますよね。わっ、綺麗でしょ。わ、助けて。まあ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 、さあ、
危ない。確定ではないけどね、確定ではないけど、まあ受け身読みの空号機って感じ。僕もともと空後ろ派なんだったんですけど、なんか動画に解説つけるときとか結構みんな空語って呼んでることの方が多くて、使ってる人が多いから、もう僕も空語って呼ぶことにしました。まあ、そっちの方が分かりやすいかなって。文字にするとローってちょっとね邪魔なんですよね。えい、すいません。お酒落ちます。お疲れ様です。ダオ助けて。ジャスガーが足りないな。僕がね空後ろって言ってるのも一応理由があって、空後の略し方って空中後ろ攻撃を略して空後じゃないですか。だから元の 本当の読み方って後ろなんですよね。そういう意味の使い分けではないです。危な。楽しそう。MK レオ好きそう。なんかオンラインだとあんまり見ない感じはしますね。マメイトはそこそこいるけど。今日なんかメテオ、ウェビーメテオめっちゃ当たるな。そう、でもね、この後ろのバック中のジャンプどうやってやってんのって結構質問くるんですけど、どういう時に使いますかとかもくるんですけど、うん、なんかそれを目的として使ってるわけではなくて、単純に本当に距離調整、ジャンプの距離調整してるだけって感じ。あ、かっこ悪いとこ見られた。かっこ悪いとこ見られた。どうしよう。生きてけないな。今のはかっこ悪いな。今のはあれさ、僕さ。